CD バダホスは、スペインバダホスに、本拠地を置く、サッカークラブ。1905年に創設された。15,598人収容のエスタディオ、ヌエボ・ビベイドを、ホームスタジアムとしている。バダホス市内に、本拠地を置いていたラシントスポルトという2つのクラブが、合併して CD、バダホスが誕生。フランシスコ・フェルナンデス・マルケスタが、クラブ初のホームグラウンドである。 エスタディオエル・ビベロを寄贈し、1931年にリーガ・エスパニョーラのメンバーとなった。クラブの歴史の多くをテルセーラ・ディビシオンやセグンダ・ディビシオンで過ごし、1990年にはセグンダ・ディビシオンに定着した。結局プリメーラ・ディビシオン昇格は叶わず、2003年にセグンダ・ディビシオン B に降格するまで11シーズンをセグンダ・ディビシオンで過ごした。 2005から06シーズンは、セグンダディビシオン B 残留圏内の7位で終えたが、財政難からクラブ存続が危ぶまれた。同じバダホス市内に、本拠地を置く AD セルロデレジェスに、借金の肩代わりを受け、CD バダホスは、テルセーラディビシオンに降格となったもののクラブ消滅は、免れた。セルデレジェスは、借金肩代わりの見返りとして、CD バダホスと入れ替わりで、 セグンダ・ディビシオン B に昇格し、わずか1シーズンで、テルセーラ・ディビシオンに逆戻りしたが、2008から09、シーズン終了後の昇格プレイオフを勝ち抜き、今度は、自力で、セグンダ・ディビシオン B 昇格を果たした。2011から12シーズン分の選手の給料7万ユーロの、借金を抱え、2012年7月1日にテルセーラ・ディビシオンに、 強制降格処分を受けたため、クラブ自体が解散した。その後再度設立され、6部からの再出発となった。バダホス首都部にあるエスタディオ・エル・ビベーロをホームスタジアムとしていたが、1998年にバダホス市南西部のエスタディオ・ヌエボ・ビベーロにホームスタジアムを移転し、12月2日に近隣の CF ・エストレマドゥーラと落成記念親善試合を行った。 ヌエボ・ビベーロは約1万5000人を収容するが将来的には収容3万人まで拡張可能である。ヌエボ・ビベーロではこれまでにスペイン代表のホームゲームが2試合行われた。1999年9月8日、スペイン代表は UEFA ユーロ2000予選のキプロス代表戦をヌエボ・ビベーロで戦い8から0で対勝した。 約7年後の2006年9月2日、スペイン代表は UEFA ユーロ2008予選予選のリヒテンシュタイン代表戦を戦い、今度は4から0で解消した。ありがとうございます。